満福寺は、神奈川県藤沢市鵠沼神明にある新州大谷派の寺。武蔵国豊島郡、荒木村出身の源海が、還元三年に、解散、創建したと伝えられる、鵠沼最古の寺院である。正式名は、鵠沼山清光満福寺。鵠沼山西光院満福寺と合し草原海が、還元三年解散。 創建したという新種親派の寺である。親蘭の弟子として死に仕えていた限界が、還元三年故郷へと志した時、聖人の形見として、聖徳太子自作と言われる、太子像を譲られた。帰りの途中への島の岩屋に散乱し、夜の波間に浮遊する、光るものを取り上げ、立像の阿弥陀如来を監督したとされる。霊城を求めて、と上が原に来た。 源の会場人は、くぐいの住む沼地の一方を埋めて、一を創立し、くげ沼山万福寺と合しかの尊蔵阿弥陀如来を安置し、回帰創建したと語り継がれている。事務5年の後、新、弟を受け会に譲り、故郷荒木に帰り、県庁5年10月22日89歳にいて、宣言した。その後、寺は、文岐2年火災で消失。 平成5年再興されたが、間もなく宝条氏綱の弾圧を受けた。協力元年氏綱は、領内の新州寺院を迫害した。広州の武田信玄は、本願寺の親戚にあたり、新州に好意を持っていたために、氏綱は、州都が一揆を起こして、信玄に通ずるのを警戒した。そこで氏綱は、相模の新州寺院を浄土州に改修させ、 鎌倉の光明寺の末寺にしようとした。この時、満福寺の住職空園は断固として、この命令を拒否したため、ついに空園は、六本松玄の下で断固殺され、寺は破却された。この時空園は静かに念仏を唱え、商用として死に着いたという。寺は、教皇三年八月に没した、領位によって中高されたが、八百九十七年九月、 消失した。イゴカり堂で過ごしたが、その後復興し、現在に至っている。自伝によると、玄海は、藤原鎌足の抜損で、属性日の真夏11世、安藤春光森高光と称する、武蔵国豊島郡荒木村を領する武将で、武州小玉島の随一と言われていた。高光は二次が、同時に死去したのに落胆し出家した。その頃後に、 浄土新州の開祖となった新蘭は、越後に流拝され、四年後謝面されたが帰郷せず、憲法二年妻中心にを伴い、関東に移住し、以後、約二十年間民衆の不況に専念した。高光、後の荒木玄海が、日立笠間の稲田の草案に、新蘭を訪ねて、自家弟子となったという。後に、関東六郎僧の一人となり、武州荒木において、一羽を立て、 満福寺と称した。還元元年上京して、山品の交渉寺に住み、親鸞聖人の傍ら近くに仕えた。以後は縁起に記した通り。会期限界、受刑会、両受刑、源の両、ただ、両、両願い、領順、空縁、両空、ただ順、結い願い、両願、中高両位、両樹、両年、最重領位、両角、両栄、両随、両海。 両大両院、両空、両月、25世現在、吉政万福寺23ラゾ空は、幕末明治期の住職で、配合を小窓と称し、徘徊画像集に肖像が掲載されるほどだから、姿勢の廃人という域は出していたと思われる。妻イコール園は、江戸小日向水道端の各年次四世、十ッポアン津田大清志慶順の流れを組む。大清は、 幽霊雑記の著者として知られており、配合をもっかぜと言った。小窓は、不問寺の住職、少女と並んで、久げ沼村の徘徊グループ、久げ沼連の代表メンバーであった。久げ沼連の指導者は、藤沢塾の初家で、市議律案刑の廃人安倍思念や、幕末に、藤沢廃団の中心人物であった尿尿が当たった。 1994年10月17日、昭和独妃が、孫の吉政現住職の手で、満福寺境内に増留された。前住職、荒木吉政は、満福寺25世にあたり、郷土史、文学史に造形が深く、研究グループの指導的立場にあり、地元史への寄稿も多い。1959年、満福寺の西隣に日本電気ガラスの工場が、 設立された。工場が建って間もなく、周辺の人々が、工場の発する騒音や振動に迷惑を感じた、ことが、話題になり、農作物や満腹時の樹木が枯死するに及んで、これも工場が建ってからの現象だと気づいた。1963年11月、地元山頂内海は、連名で、神奈川県と藤沢市に対し、日本電気ガラス、 藤沢工場から出る、騒音、売園、粉塵による被害について、前所方の陳情を行った。郊外闘争のスタートである。最大の被害者でもある満福寺の荒木住職夫妻は、終始指導的立場にあり、会合などに、寺の施設を提供した。1971年3月、新たに鉛郊外が発覚し、郊外闘争は新段階を迎えた。 この郊外闘争が一応の決着を見るのは1980年である。1988年5月21日、満腹十裏門秋に荒木住職の専分による大気汚染告発記念碑が増流され、除幕式が挙行された。出展、ありがとうございます。